前科3番893番チョイキ太郎です。本日のお話は非常に大事な大切なお話ですね。違法薬物とか麻薬に関するお話です。でこれ先に言っときたいんですが、もうこの時点でダメになってしまうんですよ。 YouTube 的に広告がつかないダメになる。だからもうこれ広告がつかない覚悟でお話しします。で今回はどういうことかって本当に大事、これ皆さん知っていただきたいというようなことです。日本の事情とアメリカの事情を、私いろいろ調べて考えて少しでも役に立てばというお話です。はい、今日の話、気を取り直して今日の今回の話は、自分に処方された医療用麻薬他人に使用、その結果使用した相手が死亡してしまったという事件が出てきまして、それがちょっとこういうことが日本でも起きてしまうのかということでお話しさせていただきます。去年の11月、47歳の女性が自宅で交際相手である50歳男性に対し、女性自身に処方されたものであるシール状の貼り薬と錠剤を使用。翌日の朝に女性と同居している親族が室内で倒れている男性を発見しました。意識がなく泡を吹いている状態で119番通報し病院へ搬送されましたが、残念ながら男性は死亡。司法解剖にかけられた結果、その死因は薬物中毒であると診断されました。過剰摂取を疑われる致死量の、薬物成分が検出されたということで、警視庁は2023年2月27日この女性を傷害致死と麻薬取締法違反、使用施術用っていうこのどんかなの疑いで逮捕したと発表しました。ね、女性は警察に対し、男性に薬を使った飲ませたのは間違いない、でも死ぬことはないと思っていた。まあそうでしょうね、これはそういうつもりでやったとは思えないんですが、そうやって言ってるんですが、まず問題な、このこんなことになるような処方された薬品薬って一体何だろうって皆さん思いますよね。こんなものが日本で売られてるっていうか処方されてるんだと思いますよね。私もそう思いました。それでこれを調べることになったんですね。もう逮捕の容疑の名前も出ていますし、最初でも言ったんですが、これが要はですね、医療用に人工合成された麻薬、これが用法を守らないで本来使うとされている人に処方されたものが他の人に使われてしまい、このような事態になってしまったという点ですね。だから本当はその女性本人なんだけど、これは違う人に処方使ってはいけませんからね。本来薬ってそういうことですからね。あげて私たちが使ってるものでも風邪薬でも熱冷ましても、それは本当は人にあげてはいけないということですね。これが貼り薬の方が問題の医療麻薬だったんですね。具体的な薬品名は一応出さないで言っておきます。本来の用途は痛み止めです。それも調べていって医療系のことが分かる人に聞いたりしたんですけど、やっぱりそんなに簡単に処方されるようなものではないそうです。がんの患者さんが使うようなもの、それももう末期がんとか終末期と呼ばれるような段階まで進んでいる患者さんの痛みの緩和に使われるのがほとんどのケースです。はい、その効き目というのは一般的にがんの人に使うんでしょとイメージされる麻薬で、もっと昔から言われている別の薬品の名前が出てきますよね。もうなんとかねとか、もうものすごい強い効果が出るということで、劇物劇薬と言ってもいいぐらいのものなんです。乱用されないようにその薬品を処方するのだってもう管理もすごい慎重ですし厳重なんですね。過去にそういうことが持ち出されたりっていうこともありましたけど、すごく病院も気遣ってますよね、そこに対しては。はい、金庫とか鍵がかかるところに入れる、ものすごくチェック体制が厳しくなっていますね。実際に使う時になっても患者さん以外の人の肌にその貼り薬の薬品のある面が絶対に触れることがないように細心の注意を払って貼っていかないといけないと。さらにはですね、貼った後使った後のそのシールっていうものも、例えば病院内で入院している患者さんに使ったとなった場合には廃棄の手順というのもガチガチに決まっているっていうことですね。これだけ処方された分は確かに廃棄されましたよっていうのが確認できないといけない。もちろんもし使わなかった分というものがあれば返却するっていうことですね。それぐらいのものなんだけど、処方されてひとたび病院から出てね、患者さんの手元に持ち出されてしまうと、使ったものの廃棄は自宅で普通にゴミに出してしまって良くなっちゃうわけですよ。もう医療従事者の目の届かないところでこういう使い方もできてしまうというのは、実際止めようがないっていうのが本当のとこですね。今も実際にこの薬に助けられている人からしたら、こんなもし規制が厳しくなったら
たまらないですよね。持ち出せないようじゃあ一律規制とか制限を強めて再発防止しましょうなんて言われて病院の外で使えなくなったら、もうこれはね、なんだかの本末転倒なんですよね。これはこれで個別のケースとして考えないといけないんですが、女性が何の病気で医者とどういうやり取りをして、処方から使用まで今までそれが本当に適切になされていたっていうことが、まあ今の今後の捜査に記載されるわけですよ。ここが捜査で分かっていくということです。で、そうは言っても、そんな麻薬っていったで医療用で体の具合を良くするために出されているものを健康な人に使って死んじゃうものなのか、ここですよ。そうじゃないですか。風邪薬だとか痛み止めだとか、そんなもん何十錠って飲んだって死にゃしませんよね、簡単には。あのもう何百錠とか飲めばどうなのかわからないですけど、じゃあこの貼り薬を全身ぐるぐる巻きにしたらって言ったってねえっていうような話じゃないですか。でもどうもそんな風に使ってるわけじゃないんですよね。多かれ少なかれ薬っていうのは適切な使われ方をしなければ体に害になるのは当たり前なんですね。どんな成分が体にどんな影響を及ぼすかで、薬によってもどれぐらい危険かどうかの差が出てくる。その中でもやっぱりこの医療用麻薬っていうのを必要のない人に対して使うのは危険極まりないということですね。麻薬なので当然効きすぎてしまえば幻覚や幻聴が出てしまう人もいますし、特にこの事件においては、まあ副作用としては呼吸抑制っていうのがあるみたいです。使ったら全員そうなるっていうわけではないと思いますが、重篤な副作用として書かれている症状の中にこの呼吸抑制というのがあって、呼吸が弱くなる、浅くなる作用がこの薬にはあるということなんです。で、貼り薬の方に目が行きがちなんだけど、これを複数枚貼った上で筋弛緩薬も複数飲ませた、筋弛緩薬と複数飲ませたらしいというニュース記事の中で言われているんですね。まあだからいろんなことが重なってる。だからこうなってくると、まあね、あれなんで、筋弛緩薬っていうのはまあ大体書く漢字の通り、筋肉をこうね、弛緩させるというか緩める薬ですね。硬直してこわばって動かなくなる、縮みっぱなしになっているのを縮む力を抑制して緩めるわけで、これも呼吸抑制の作用があるんですね。呼吸っていうのも筋肉を使わないとできないので、その筋肉までも緩む、うまく使えなくなる。それで貼り薬とこの錠剤の飲み薬で、二重にっていうことですから、まあほぼ確実にこの薬を使う必要がないであろう一般的な健康な男性の呼吸が薬で抑制されたということであれば、死因の薬物中毒というのは、中毒になったから何がどうなったかっていうことですよね。まあだから、なんか謎解きみたいで、なんか何言ってるかわからないかもしれませんけど、そういうことになりますよね。まあこれが貼り薬1枚だけでもそうなっちゃう可能性があるぐらい強いものらしいですね。呼吸だけでなく、療養麻薬の副作用は他にも意識障害とかもあるんですが、とにかく結構な人の命を脅かす危険性がある、シールを舐めるだけでも危ないくらいだっていうんで、それが複数貼られていたというのが、もうどういう状況だったのか、何を考えてそんな使い方をしたのか、先ほど私がぐるぐる巻きにってするわけがって言って、わからないですよね、そこら辺のことが。もっと効くからという風なのかな、これはちょっとね、喋ってるうちになんか本当にちょっとわからなくなってくる。まあこれ捜査のねとか法廷裁判で分かってくることだと思いますが、そんなことない、普通に使ってたことを、自分に効くやつをちょっと思いやりでやってたのがどうもそうじゃないのかな、そうって思いたかったんですけどって、ちょっと首をひねるようなことですね。それでですね、なんでこの話をしているかと言いますと、実はこの医療用麻薬の過剰摂取による中毒死というのが、日本だとこれぐらい変な話、それで亡くなるっていうのは珍しいことでニュースになるけれども、これと同じ事例が今後大量に増えるっていう不安までは、まあこのそうはないんですね。日本でこれがなんか横行するっていうことはそうはないと思われる、思いたい。ですがこれが海外、特にアメリカではこの薬品による中毒者と死者が今ものすごい勢いで増えているっていうことなんです。もう向こうでは社会問題として扱われているぐらい被害が膨れ上がって大変なことになってるんですね。実は具体的な数字で言っていきます。アメリカで2021年に薬物が原因で亡くなっているの人の数がだいたい10万人とか11万人ぐらいになるそうなんですが、このうちの3分の2、6割、7割、約7万人はこの医療用麻薬の過剰摂取
種で死んでいるっていうんですね。原因は複数あって、まずはそもそもの入ってくる量なんです。ここの母数がものすごく大きい、昨年アメリカの麻薬取締局が押収したこの医療用麻薬の量は、粉末で 4.5 トン以上、錠剤に換算すると5060万錠ということなんです。ただこの数字だとちょっとどんなものかピンとは来ないと思います。なのでこの話の記事の見出しというのがすごく分かりやすく言っているんですが、全アメリカ人の致死量の麻薬を押収、致死量に換算すると3億7900万人分、アメリカの人口総数が3億3000万人、アメリカの全人口の命を奪ってなお余るくらいの量が押収されて食い止められた分だけでなるっていうことです。実際に使われるっていうことですか、実際使われてしまっている量、取り締まりの目をかいくぐって水面下で流通している分の量を含めたら、その量というものはもうものすごいわけですよ。それだけの物量で攻められているんで、取り締まりも頑張っているんだけど手が回りきれない、流通に乗っちゃってる量が少なくないというのがまず一つです。その次が医療用麻薬そのものの危険性、致死量の少なさ、これが他の薬物と比較して特段に少ない。重量でいうと 2mg 程度です。塩だと調味料の一つまみ分ぐらいですね、にも満たないぐらいで、塩粒で考えたらね、20粒ぐらい。他の薬物だったらものによるんだろうけど 30mg が致死量になってくるそうなんですが、それと比べて何倍何十倍も危険なわけなんですね。これがそうなるともう他の薬物でイメージする依存が進んでどんどん打つ量が増えていって、最終的にお金も健康も失ってボロボロになって生きる廃人というのにすらなれない。中毒症状が一歩進んでもっと効かせたいから使う量を増やそう、2倍とか1.5 倍とかになって打とうってやろうものなら、その一歩目でもう踏み越えてしまうという、あれがないんですよ、幅が。すごいシビアな量でこうなくなってしまう。なのでこの中毒者の増加、この母数が増える分だけ死亡者も増えてしまうという、なんかすごい恐ろしいことになってるんですね。でそれだけ危険なものがそうだとわからないで別の薬に偽装されて混入されて出回っている、これがさらに拍車をかけてしまっている。例えば医療用麻薬を合法の別の鎮痛剤として偽ってそういう市場に売って、これなら法的にも成分的にも安全に楽しめる、決められると思って手に入れて飲んだら、何も知らない人がね、そのまま治療に引っかかってで亡くなるっていうことがあるんです。倒れて緊急搬送されたら、飲みましたって自己申告した薬の成分で対処してもそれが違うわけですから、助かるものが助からなくなってしまうという、そういう面でもこの偽装した別の薬として売られているのは立ちが悪いということです。そんなんでも十分ひどいんだけど、もっととんでもないのは他の違法薬物とかさ増しの混ぜ物としてこの医療用麻薬を使うっていうことが横行されているということなんですね、はい、人工の合成の薬品なんで、これって最初から医療用医薬品の目的で作られたものなんで、安く安定して大量に生産できてしまう、そうじゃないと医薬品というものにはならないし使い物にならないわけですからね。だから何トンっていう単位でとにかく、数を打って流通に乗せていうやり方ができちゃう。安いから混ぜることで原価を下げる、利ざやを稼ごうっていう組織が出てしまったということです。で混ぜ物って言ったって、その混ぜたもので効果が薄まるものでもない、それどころか混ぜてるものも薬物なんで、場合によっては混じり気のないものよりも効くという触れ込みで、実際の評判も悪くなくて広まっているものなんで、もうなんだかもうとんでもないことになっている、使う方からしたら本来の目的の違法薬物を使っているという認識なんだけど、依存が進んで量が増えて混ぜ物のことを深く考えないでまだ大丈夫なんて思ってたら、違法薬物の致死量、医療用麻薬の致死量が全然先に来ちゃって、もうどうにもならなくなっちゃうという、本当に恐ろしいことになっているんですね。まあこれがそんな感じでね、アメリカの方で事態が深刻している、まあ今まさに何とかしようと対応に追われているんですね。まあこれが本当に今までこういうものがアメリカで流行ったら5年10年後日本にも錠剤とか粉末なんか入りやすいんでね、そういうことをみんな、私もこれ調べてって初めてこの日本の貼った薬でどうこうなったっていうとこから調べて、じゃあ諸外国がどうなんだって調べてってここに行き着いたわけですよ。でもこういうことを知ってないと本当にそうなった時にとんでもないことになるんで、やっぱりわけのわからないものは使わないってことですよ本当に。特に海外なんか行って、まあこれからね、海外の旅行も行けるようになった時に、これなんか頭痛に効くよとか痛み止めだよなんて言っちゃった時にですね、こんなん飲んだらえらいことになっちゃうってことだけ覚えておいていただければなというお話です。以上です。